はい、主催の稲田です。僕は地元大阪府の四条畷手市というところの、PR 大使をやらせていただいてるんですが、ちょっと皆さんに、ふるさと納税で、寄付してくれた方のお礼品をちょっとオリジナルで考えていると、稲玉クッションというやつなんですが、それを作っているんですって、もう結構前に言いましたが、お待たせしました。ちょっとこだわりの、過去にも吉本で、稲玉クッションというグッズがあったんですが、それとはちょっと一味違う、仕様になっておりますので、ぜひ、お楽しみに。僕はですね、2021年に、PR 大使にならせていただきまして、四条畷手市さんの YouTube で、四条畷手の、駅付近を練り歩いたり、同じく、PR 大使であります谷口さん、絵本作家の谷口さんの、アトリエで、サンタさんを、オリジナルのサンタさんを作らせていただいたりとか、いろんな動画を上げさせていただいておりますが、それもその四条畷手市を知ってもらえたらという気持ちで、やっております。そして今回は稲玉クッションが仕上がりました。この、稲玉クッションを通して、四条畷手のことを知ってもらえたらなと思います。他にもね、稲玉クッション以外にもお礼品というのはいろいろありましてね、一番人気なのはね、パンだそうですよ。美味しいそうですよ。他にも馬に乗ったり、カートに乗ったり、体験型の、ふるさと納税もございますんで、ぜひ一度チェックしてみてください。僕、稲田、大した稲田を通してね、四条畷手を知っていただいて、応援したいなというお気持ちになってくれれば、すごく幸いでございます。大したいの、稲田でした。最後に滑っちゃいましたけども、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。バイ。